はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はサカツクやっていきたいと思います。さあ皆さん、年の瀬のまあまあ遅い時間にですね、このような動画をアップして即見ていただいている皆さん、本当にありがとうございます。2020年もお世話になりました。今回はですね、今週やってきた更新情報や、とりわけガチャについてですね、いやー見ていきたいと思いますけども、いや大変だ。最後までよかったら見ていってください。よろしくお願いします。はい、ということで今回はですね、ガチャに特化してお話をしていきたいなというふうに思うんですけども、スーパースターフェスレジェンズというものがやってきましてですね、まあ僕自身この画面を最初にパッと初日に見た時にですね、あ、キーマン特徴持ちが来てくれたのねと、トレゼゲもピレスも過去の選手だし、おそらく、2週間前に登場していたワールドスターズ染めの追加選手が、おー、ピレス、トレゼゲかいいとこ来てくれたな、なんて思って見ていたわけですよね。当然そういうふうに見たわけですよ。しかしまあ中身を見てみたらね、なんと中央突破フランス国籍染めがやってきてしまいました。これは一体どういうパターンなんですかね。年末年始ガチャということで、まあ、大体ですね3ヶ月に1回年に4回ですね、周年ガチャが、やってくるというのがですね、サカツクの流れであるわけですけども、大体はですね、最初に登場した丸々染めに追随する形、同じ、くくりの中のものが2週間後に登場するというところになるわけですけども、今回はまさかのね、前半と違うくくりで来るという形になってしまいました。いやー、これをねどう判断するかっていうのは非常に難しくてですね、最後にお話ししようかな。まあ、まずはね、今回したと、登場した選手が全部で、はい、内容一覧見てみます。全部で9名、しかもね、ワールドスターズ染めの方ですね、この背景が紫色だったわけですけども、今回はね、こうなんてトリコロールカラーというか、フランス国旗のカラーでくくられた9名の選手が新登場というところになりました。本当にね、全く別のくくりという形の9名の選手が登場しました。まあ、これをどう判断するべきかという話を先にしましょう。これはですね、待機です。僕自身はね、今回のガチャをいきなり引かずにちょっと待機をさせていただこうかなと思います。ワールドスターズ染めがねまだ完全じゃない、中でですね、今後どちらのガチャの方が発展していくのか、でどちらが本当に執念的な扱いで来ているのか、はたまた両方なのか、だとしたらセガさんちょっと欲張りすぎじゃないですかとか思いながらですね、いろんな気持ちがあるんですけども、まあ、まずは皆さん様子見推奨かなと。ワールドスターズを引いた方も、ワールドスターズを引いていない方もですね、今回のこのフランス染めですねに関してはですね、一旦待機していただくのがおすすめなんじゃないかなというふうに思います。ではここの選手見ていきましょう。はい、まずは一番トップで来ていたのがトレゼゲ選手になります。センターフォワード、今回の選手は全員フランス国籍でございます。クラブはピエモンテ FC、 つまりユベントス染めということで、ユベントス染めの方でもトレゼゲ選手登場しておりますので、そのユベントス染めの方がねすでに不要になったよって方は、こちらの中央突破フランス染めバージョンの方に突要員として重ねていってもいいかなというふうに思います。総合値は 12,808 ということで、現状最強レベルの総合値と、特徴ゴールジェネレーター、シュートとパスが特大アップする、オフェンスマスターでオフェンス能力が大アップするというところでね、素晴らしい特徴。S ランクの点取りやシュートとヘディングのスキルの発動率がともに大アップするよと。スキルいきましょう。タワーリングヘッド、一定時間シュートとパワーと精神力が特大アップするヘディングスキルになります。トレーゼゲをね、突させるのももちろん大事ですけども、このヘディング系のスキルってねなかなか多くないので有能かなというふうに思います。 A ランクはキャバリアシュート、一定時間シュートとキープと精神力が大アップするということで、こちらもまあ同じような能力になります。ともにシュート系のスキルと。S ランクの能力アップはシュートと精神力というところになりまして、まあ、このゲームにおいて精神力というのがどのような作用をするのかというのは、まあ、結構難しいところではあるんですけども、まあ、精神力 S というところで、何か、ね、チームにプラスに働いてくれれば嬉しいなというところです。はい、2人目はエムバペ選手でございます。一応総合値順に見ていこうかなというところですけども、センターフォワードフランス国籍でパリ・セン・ゼルマンに所属というところですね。総合値12,810、プレイスタイルはフィニッシャー系統で、特徴がエリアの覇者、オフェンス能力とパワーとスピードが大アップする、素晴らしい。これも5つもうアップしちゃってるんで、ものすごいですね。そして流星シュートとスピードが大アップする。フィニッシュマスターはシュートとトラップのスキルの発動率が特大アップするというところですから、スキル系の特徴の中では、一番有能なタイプ、2つ上げてさらに特大だよというところになっております。シュートはトリックシュート、一定時間シュートとトラップが大アップ、特大アップするよ。相手ディフェンス選手全員のスタミナがショーダウンだよ。 A ランクのプリズマティックトラップ、
トラップとキープがダイアップして相手ディフェンス選手全員のスタミナがショーダウンということで、相手のスタミナをねダウンさせながら自分の能力を上げるというタイプの特徴を持っております。能力アップの S ランクはシュートとトラップというところに特化しておりまして、シュートが S、A、B と並んでおりますので、非常に有能なストライカーなんじゃないかなというふうに思います。プレースタイルはフィニッシャーですね。はい、ここからはですね、チーム全体にかかる特殊な特徴を持った選手たちとなります。まずは左ミッドフィルダー、フランス国籍のピレス選手でございます。レジェンドですね。アーセナル所属になっておりまして、総合値は 11,846 ということで、準最強レベルに一旦ここから下がっております。ポジションとしてはオフェンシブミッドフィールドも可能と。また次回説明しますけども、今回のワールドツアーので新しく登場した金アクセサリーの方がですね、左ミッドフィールダーに特化したものになりますので、このピレス選手の能力アップに一役買ってくれるかなというところですね。プレースタイルはアタッカー系統と。特徴オフェンスキーマン特徴を持っております。迎撃の支配者、チーム戦術が中央突破の時キーマンにこの選手を設定すると、フォワードに配置した、中央突破の選手のシュートとドリブルが中アップ、シュートスキルの発動率が大アップというところになっております。フランス染めチームを作る上では必須級の選手になると思います。あとは S ランク手品師、ドリブルとトラップが大アップし、パスが中アップする S ランクキック&ラッシュ、ドリブルスキルとショートパススキルの発動率がダイアップするよというところですね。まさにサイドでも中央でも働いてくれる選手という扱いですね。スキルはグローリードリブルということで、相手ミッドフィルダー選手全員のスタミナがショーダウン、まずはスタミナの方に特化しておりまして、相手のマークも中ダウン、そして自分のスタミナが小回復しながらドリブルが特大アップするということで、なんとぐんぐん体力を回復しながらドリブルをしていくというですね、謎の、スキルを持っております。A ランクのロングキャノン、これありがたいですね。シュートと精神力が中アップする、相手ゴールキーパーのスタミナが中ダウンのロングパス系、ロングシュート系のスキルになっておりますので、ありがたいところかなというところですね。はい、4人目はロリス選手紹介させていただきます。ゴールキーパーフランス国籍トッテナム所属となっておりまして、総合値 11,355 というのはね、キーパーの総合値もだいぶね平均値が上がってきたなというところです。プレースタイル守護神系統で、ここからですね、特徴バンディエラ特徴ということで、これがね一番大事なのが一番下、ベンチでも発動するっていうのが、すごく大事なところになりますね。フランス選手全員の能力を中アップする、中央突破選手すべての能力をショーアップするというところになっておりますので、まあ今回必須級の選手になります。ただしロリス選手ジョーカー持ちということで、セービングがダイアップして、さらに試合の途中から出場すると能力が特大アップするというところなので、途中出場系のキーパーというのは、前回のワールドスターズのオブラクに続いてですね、連続で登場というところになりましたけども、バンディエラ特徴で持ちでありながら途中出場に特化しているというね、なかなか面白い選手かなというふうに思いますが、まあ、バンディエラ特徴はベンチでも発動するということで、そこは影響がないと。じゃあ今後フランス国籍の、まあ、正キーパーですね、スタメンで使うキーパーっていうのが登場するのかって言われると、その辺まだわからないので、ロリス選手をですね、まあ、心置きなくベンチから、スタートさせることができる環境を皆さんが持っているかっていうのがね、最初は大事になるかなと思います。 S ランクの特徴難攻不落、スキルの方いきましょう。ブリリアントセーブ、一定時間セービングと精神力が超特大アップし、相手フォワード選手全員のシュートと精神力が大ダウンというところで素晴らしいですね。 A ランクは通常のハイスピードブロックというところになっておりまして、ロリス選手も必須級の選手となります。はい、5人目はカンテ選手登場となりました。ディフェンシブミッドフィルダーフランス国籍、所属はチェルシーですね。総合値 11,847 の準最強レベルにとどまっております。プレースタイルはダイナモ系統と。でこのカンテ選手が非常に面白いのがですね、特徴で5つの肺、そしてマーク超ということで、マークがダイアップしてスタミナが減っても能力が落ちない、この辺がですね、回復20丸の選手とか、まあ、あとは何です、鉄人とかいろいろ、鉄人はいろいろあるんですけど、5つの肺っていうのはもう最強レベルで、スタミナが減っても能力が落ちないと。もうスタミナという概念がありませんよと、ゲーム内において。そういう扱いになっております。でそれを見てください、上の六角形皆さん。なんとカンテ選手、スタミナありません。めちゃめちゃスタミナ少ないですよね、318。だから、スタミナという概念がいらないので、その他に振り分けてると。11,847 という総合値を持ちながら、スタミナはめちゃめちゃ低いので、その分他のところね、ディフェンスとかフィジカルのところに割り振られているというところで、つまりめちゃめちゃ強いんですよ、カンテ選手。これ皆さんぜひ気づいておいていただけると。だってスタミナは関係ないんだから、5つの牌持っちゃってるからね。
まあ、これ面白い仕様だなというところで今回はねちょっと力を入れて紹介させていただきました。その他の特徴いきましょう。スティルハンド、マークとパスがダイアップする、チェック&チャージ、マークスキルとタックルスキルの発動率がダイアップすると。スキルいきましょう。フェリアスマーク、一定時間タックルとマークが特大アップし、相手フォワード選手全員のシュートが大ダウン、これはありがたい。 A ランクのファイティングタックル、一定時間タックルが大アップし、対象選手1人のドリブルが大ダウン、また対象選手1人のスタミナが中ダウンというところで、ね、欲張るね、欲張りのデバフでございますけども、スタミナというところに特化しなくてもイーブンですね。能力アップの方でマーク3つ、パスカット2つ、タックル2つ、パワー1つということで、まあ、めちゃめちゃディフェンスに特化しているタイプの選手で、きっとねこのカンテが効いてくるぞっていうね試合多くなると思いますので、フランス染めやる上ではね必須級の選手になってくるかなというふうに思います。はい、6人目はバラン選手、紹介させていただきました。センターバック、フランス国籍、今年からマンチェスターユナイテッドに移籍をしている選手になります。こちらの選手総合値11,848、6人目ですけども、まだ準最強レベルを保っております。プレースタイルはカバーリング系統と、そしてなんといっても特徴でキャプテン特徴を持っております。でブルーの投手ということで、役割がキャプテンの時、フォワードに配置されている選手のトラップを特大アップし、シュートとパスもダイアップするというところですから、有能なキャプテン特徴持ちで必須の選手となると思います。特徴後方の指揮官、パスが特大アップし、ディフェンス能力がダイアップするというところですね。いいですね、4つアップさせる能力、特徴になっております。 S ランク、ボールジャマー、パスカットスキルとタックルスキルの発動率が特大アップする、これもめちゃめちゃ有能でございます。ロックボールタックルスキルに行きます。一定時間タックルが特大アップし、対象選手1人のシュートが特大ダウン、また対象選手1人のスタミナが大ダウンということで、ものすごい、相手にデバフをかけるタックル系のスキルになっております。 A ランクのエナジャイズパスカット、味方ミッドフィールダー選手全員のスタミナを極小ですけども回復しつつ、自分のパスカットがダイアップするという能力になっております。まあ、まだ6人目ですけど、非常に素晴らしいというか、必須の選手が続いているなという印象ですね。はい、7人目はクンデ選手ということで、センターバック、フランス国籍、セビージャ所属というところですね。総合値11,848、まだ準最強レベルを保っております。プレースタイルは組み立てセンターバック系統、特徴迎撃いいですね、パスとタックルをダイアップし、パスカットが中アップする、なるほど。S ランク、プロテクター、パスカットとタックルをダイアップする、パスカットにだいぶ特化しておりますね。そして特徴スティール&フィードということで、タックルスキルとロングパススキルの発動率をダイアップさせてくれるというね特徴を持っています。スキルいきましょう。 S ランク、クォッシュパスカット、パスカットが特大アップして、相手フォワード選手全員のスタミナが昇段。 A ランクのインスパイアフィード、自身のパスが特大アップし、さらに一定時間受けてのパスがダイアップするよという能力でございます。ここまではね、ここまでの7人、レギュラー枠として必須級ね、ぜひ取っておきたい選手になるかなというところです。さあ残りの2人はさらっといきましょう。残りはラビオ選手とゲンドゥージ選手というところになるんですけども、ラビオ選手総合値1万台にとどまりました。11,822のセントラルミッドフィルダー系統と、まあ、あのスキルの方でプリマティックトラップということで、まあ、オフェンシブミッドフィルダーがねトラップに特化してどうなんだというところはありますけどもね、プレースタイルもセントラルミッドフィルダー系統というところです。あともう一人がねゲンドゥージ選手ということで、ここはさらに微妙で、総合値1万飛んで797のディフェンシブミッドフィルダーのクラッシャー系統と、まあクラッシャーとダイナモを並べるディフェンシブミッドフィルダーということで、かなりディフェンス面はね安心できるチームなのかなという欠点はありますけども、これがねパスの切り札という能力を持っておりまして、ゲンドゥージ選手なんと途中出場に特化しているということで、まあ、これちょっとどう扱うのか非常に迷うタイプの選手だなというところになりました。今後フランス染めがね、発展していくのかどうか見極めないと、この選手の扱いとか非常に困るかなという面も含めてですね、今回のフランス染めは待機かなという個人的な判断でございます。はい、最後にですね、そのフランス染めを指揮するのがこちらのデキャン監督、星5でございます。フランス国籍、コンボが352というタイプになっておりまして、フォーメーションコンボ見ていきましょう。こんな感じ、352の G ですね。必須プレイスタイル、ゴレアドール、これがあの先ほど言い忘れましたけど、トレゼゲがこれになっておりましたね。アタッカー、オフェンシブミッドフィルダー、ここは、ピレス選手が当てはまるかな。ディフェンシブミッドフィルダー、インサイドハーフ、ここはまだ未登場、今後どうなるのか楽しみのところ。でセンターバックはカバーリングと組み立てというところになっております。でこのコンボ効果のところがですね、実はオフェンス系がないんですよね。まあ、シュートはまだ出たことないんですけど、この星5になってから、あとパスもドリブルもないというところで、あ、そんなにディフェンスに特化しちゃっていいのかなという気がするんですけども、タックル、パスカット、マークというね、ディフェンス系3つに加えてフィジカル系のスピード、テクニック系のキープということで、まあ、この辺、なんていうんですか、
このチーム、なんて言うんだろう、総計の派遣かな、総計の派遣、あんまり語呂は良くないですけどね、このチームで、どういう風にね成績を上げれるのかという楽しみなところですね。監督アビリティも5つ、まあ、オフェンスバリエーションね、いろいろ前後融通が効くよというところ、オフェンス強化指導会ディフェンス強化指導会両方持っております。前回のサンジクリック監督とか、グアルディオラ監督とかね、流れを組んで続いているところですけどね、ショーモン選手指導などもいいかなというところになっておりますので、こちらデキャン監督ワールドツアーの、ある程度のところまで行くとですね、説明が曖昧で申し訳ありません。また次回の動画で言いますけども、まあ、獲得できますし、すでに獲得している方非常に多いんじゃないかなというふうに思いますので、フランス染めチーム作りたい方はね、この監督でぜひやってみるのがいいんじゃないかなというふうに思います。以上がですねフランス染めチームの簡単な説明だったんですけども、皆さんどういうふうに考えられますでしょうか。9名の選手が登場しておりまして、途中出場に特化した選手がその中に2人いるということで、まだね、11名を丸々染め、まあ、フランス染めという形で作ることは、完全に作ることはできない、人生になっている。まあただしですね、なんていうんですか、背景もですねがっつりトリコロール柄で、まあ暑いですよ、周年ガチャですよっていう感じでね、来ている中で、果たしてこれがどれぐらい今後発展していくのかっていうのはまだまだ読めないですよね。まさかいつもの中途半端なタイミングに来るガチャ、まあ今までで言うとミラン染めとか、例えばまあリバプール染めとかね、そういう周年ではないタイミングで来たガチャのように、まあ11名はごめんなさいね揃わないんですけどねみたいなね、あインテルとかもそうですけど、そういう感じでこのフランスが終わってしまうのか、はたまたワールドスターズも終わってしまうのか、それがですねまだまだ読めないというところなので、今回はちょっと1週間ね少なくともね、待機させていただこうかなと思っております。こちらのガチャですけども、期限は1月26日まであります。そして、その前にやってきておりますこちらですね、スーパースターズ染めですね、ゴールデンプライズアニバーサリー、こちらの方も1月26日までの開催期間となっておりますので、ちょっとまだね、様子を見て今後このチームを作っていくか決めてもね遅くないんじゃないのかなというふうに思っておりますので、まあ、その辺の判断皆さん参考にしていただければなというふうに思います。動画の最後にですねお知らせ画面にやってきました。気になる記述がありました。年末年始ですね、こんな感じでイベント展開していくよっていう説明が書いてある中に、今回のガチャの説明、スーパースターフェスレジェンズということで説明がありまして、開催期間うんぬんかんぬん書いてあるんですけども、文字を読んでいくとですね、青字で次回のスカウトは2022年1月5日水曜日を予定しております。ということはね、このタイミングで何かしらのガチャがやってくるんですよ、1週間後に。でそれがフランス染めのさらなるガチャなのか、ワールドスターズ系のさらなるガチャなのか、本当に分かんない。だからこの5日というタイミングをね、皆さん待ってみてからやっても悪くないんじゃないかなと個人的に思ってるんですけど、皆さんのご意見はどうでしょうか。今回のね、動画に対する高評価、チャンネル登録、そしてコメント等でのやり取り、僕も困ってます。ワールドスターズの追加選手が来るんじゃないのかと、このタイミングは。まあそれはですね、僕自身の今回のサムネ等を見ていただいてもですね、困惑の具合っていうのはね伝わってるんじゃないのかなというふうに思いますけども、皆さんともぜひ意見のやり取り等したいのでよろしくお願いします。ではまた次回、今回の更新ですね、ワールドツアー等含めてまたお話ししたいと思いますので、そちらの動画も楽しみにしていてください。では今日はここまでにしたいと思います。失礼します。